裏山からの湧き水と伝統の技で酒が作られます。創業元禄元年、佐世保市江迎町の泉流酒造です。今シーズンの新酒の初搾りです。寒暖差が激しい中で大事に仕上げたもろみを酒袋に入れ、寝かせるように並べていきます。自然の重さで絞り出す船絞りの技法、爽やかな風味の酒になります。今年も、美味しい酒に仕上がっています。なんとか、去年以上の出来がに仕上がったんじゃないかなと思っています。泉流酒造の本陣白星は9000本余り瓶詰めされ、明日から出荷されます。